ジャイアンツの方もやっぱりその得点圏、ね、1点でも絡まなかったっていうのはあるんですけど、やっぱりロッテのピッチャーがやっぱりしっかり踏ん張ったっていうのがありますよね。はい、この南が9回のマウンドピンチでしたが、あの最後代打大城との勝負、はい、見事でしたよ ね、最後の球が最後、はい、インコースまっすぐズバッといきましたよね。はい、今勝利インタビュー、お立ち台の選手が呼ばれました。放送席、放送席、そして場内のマリーンズファンの皆さん、今日のヒーローはお二人、平沢大河選手、そして南雅樹投手です。まずは平沢選手、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。土壇場9回同点で迎えた場面、どんな気持ちでバッターボックスに向かっていったんですか？いや、もう僕が決めるっていう気持ちで打席に入りました。打球が抜けていった瞬間、どんなこと感じましたか？いや、もう良かったなと思いました。チームとしてもなかなかタイムリーヒットが出ない中でようやく出ましたね。本当にもう勝ちにつながる一打だったので本当に良かったです。平沢選手ご自身としても久しぶりのスタメン復帰、やってやるぞという思い強かったんじゃないですか？そうですね、もう打席だったら常にヒットを打つという気持ちでやってましたし、本当に一安心です。はい、今日勝ちましてロッテは再び5割復帰です。この点いかがでしょう？すごく嬉しいんですけど、まだ交流戦と1試合残ってるんで、そこで勝ってしっかりと終わりたいなと思います。さあ、そして素晴らしいピッチングを見せてくれました南雅樹投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。1点も与えられない緊迫の場面でマウンドに上がりました。どんな気持ちでマウンドに上がったんでしょうか？ピッチャーのみんなが何とか少ない点数で行こうと頑張ってたので、僕も続きたいなと思ってました。ランナーを2塁に背負って最後は三振に仕留めました。あの場面は振り返っていかがですか？いや、危なかったですね。そしてその南投手のピッチングが最後のサヨナラを呼び込みました。どう見ていましたか？いや、あれはもう野手の方たちのおかげなんで、僕は0点でとりあえず良かったなって感じなんで、野手のおかげです。さあ、これでチームは連勝です。今チームの雰囲気はいかがでしょうか？絶好調ですね。さあ、ロッテにとってはあと一試合交流戦が残っています。最後の試合に向けて意気込みお願いします。次勝つのと負けるのでは全然違うと思うんで、しっかり勝って帰ってきたいなと思います。そして南投手、このマリーンズファンの大きな声援、どう聞こえてましたか？いや、もうすごい、もう後押しされてる感じで力になりました。投打のヒーロー平沢大河選手、そして南雅樹投手でした。9回の裏、見事なサヨナラヒットの平沢、そしてその前9回の表、ピンチを見事なピッチングで切り抜けた南のヒーローインタビュー。